はい、どうもこんにちは、ガロネス。8月のシンデレラ9やっていきましょうということで、神宮寺さーんっていう、いや、来たという、ついに来たと、UR がね、まあ来たというところでね、まあね、まあ、これやばいよね。で、さっきそれ、これガチャ画面見たんですけど、これ覚醒前なんですよね、まさかの。もうね、ハチナマで公開されたものが、あれがシンデレラ覚醒したも状態のものだというところでね、まあね、僕の予想はね、まあ椿ちゃんと予想していましたけど、もうね、僕の当たらん予想などどうでもいいんですよ。もうそんなのね、どうでもいいっす。神宮寺さんマジでこれやばいよね、めっちゃかっこいいんだけど。はい。で、まあ、覚醒すると、先ほど言ったように、ハチナマのあの画像ね、うん、の神宮寺さんになるというところでね、もうめちゃくちゃかっこいい。もうかっこいいしか言えない。で、抱き合わせの方が潮見ちゃんですね。はい、なぎさちゃんですね。うん。まあね、豪華ですね、ラインナップがね。両方ともライバル校っていうね。で、しかも違う学校っていうね、正常でそこら辺合わせては来なかったのがなんか珍しいね。いや、やけにその正常押すところあるんで、運営さんね。うん。でね、ちょっと待って、ガチャ画面行きたいところなんですけど、ちょっとまだニューついて何にも見てないんですよ、この辺。はい。で、まあね、第1弾開幕っていうところで、無料スカウト、ログボで SSR チケット、この辺は八縄の、まあ情報なんで、で、150連スカウトでね、最大ね。で、これね、プリンセススカウト、神宮寺さん、UR ね。で、これ。これさ、優勝1回限りじゃん。で、ドラフトコインでもらえて、で、何、一部の正常の選手のそのシーンカードが、その、タダで交換できるってやつでしょ？めっちゃ、なんか気前いいね。だってさ、正常のさ、こういうスカウトって今までやって、散々やってきたけど、その50連引いて、で、なんかチケットで、なんかこう、正常の選手一人、ランダムで確定みたいなチケット、なんかもらえたような気がするんですけど、まあ僕引いてませんけど、で、これ一回、たった10連するだけで、この辺のね、神宮寺さん、花の神宮寺さんとかもね、僕持ってないので、これね、ちょっと引くかもしれないです。うん。まあね、すべてはこれ次第だけど、これ次第なんだけど、いや、でもこれ引くな、引くかもしれないな。ちょっと前向きに考えてます。で、これ割引セール前半ってなってるんですよね、これね。ってことは、後半ぐらいにまた割引セールがあるってことでしょ？月に2度ってこれ初めてだよね。そんなことありました？前半ってことはそうですね。後半もあるってことで、2回あると、月に。うん、これありがたいですね。で、これも川北ちゃんの、バッグと。で、9スター、これ S チケットは100個付き。で、チャプターが来るというところですね。はい。これがあれですね。ストーリーの続きですね。うん。これもね、まあ、動画界ではありますけど、見ていきます。で、選手育成スペシャルの、まあ、アイテムが、育成素材がもらえるってやつですね。で、ホームラン。なるほど。ホームラン、イベントが、だと思うんですよね、これね。花&蝶ってどういうことだろう、全然わかんないけども。で、メンテナンス後。うん、まあいいや。うん。この絵はいい。もう、どうでもよくないけど。はい。で、UR の覚醒素材とかが来て、で、9スターもらえて、毎日 S チケットもらえる。これまたやるの？これまたやるの？あ、そう。はい。花ちゃんのイベントが来ると。このぐらい、勝ち抜きマッチ2倍ね。で、ひな祭りが来ると、のシーンカード。まあ、この辺持ってないけど、まあ、どうでもいいでしょう、ここは。はい。で、これも、出た、これね、はい。クリビアの、正常と、その、攻撃のクリビアのやつがもらえるってやつですね。はい。3月5日。で、これは、前のやつ、復刻。で、次、3月8日に公開。まあ、やっぱ、情報は小出しにしてくるスタイル。はい。でね、ちょっと見ていきましょうか。で、これはね、まとめて引きます。引きはしません、途中で。はい。でね、見ていきましょう。はい。まあ、見たんですけどね。で、シンデレラ覚醒がこうなると。こういうパターンさ、なんか初めてだよね。ハチナマで、まあ、シンデレラ覚醒後を、その UR だということを告げずに公開して、で、まあ、UR が、まあ、投手 UR が実装みたいな感じで、しか言ってないと。こういうなんか実装の仕方初パターンですね。
いよいよその、まあ、福縁さんとか誰が言おうと誰が UR 実装とかって言おうと関係なくなりましたね。いや今まではその UR のね当初のねその担当セールさんがね告知していたんですけども、まあいよいよそれが関係なくなったというところですね。で固有が、まあ球速とスタミナが超抜群でコントロールが大きく上昇で、この辺ねデバフ持ってたりと、これ常にだからね、まあ大きく減少なんで、まあ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 ついてないよりかはいいかなぐらいの感じ。で才能の方が、自身のコントロール超大幅、5回以降走者得点圏いうとき自身のコントロールスタミナが大きく上昇、スタミナが少し回復。はい。でねこれね回復とかってあるんですけど、このねシンデレラハーモニーがね、これスタミナが減ってる状態で発動するような感じのスキルなんですよね見ると。でゴロを大幅に打たせやすくなったりだとか、でまあ 60% 以下であれば、まあゴロを超抜群に打たせやすくなるってなってるんで、まあねゴロになりやすいっていうところですね。うん、あのねだからねこれねスタミナはね減らさないといけないっていうところですね。これがちょっとディスキーかなって感じがします。うん、スタミナが減れば減るほどね投手としての、まあ投手パフォーマンスが落ちるのでね、うん、まあ、そこら辺がディスキーではあるんですけど、発動すればアウトになりやすい、アウトにしやすいってことですね、打ち取りやすいってことですね、ゴロを超抜群に打たせやすくなる、うん、まあ、打たせて取るって感じなんですかね。はい。で、まあ、全力投球を、まあ、使用、まあ、これ安定ですね、みんな全力投球だよね。で三振率をめちゃくちゃ上げる、うん、で三振率がこれだけ振り幅あるんでめちゃくちゃ三振取れるんじゃないのかなって感じ、うん、まあまあまあ、うん。でメモリアルディンク、これメモリアルディンクのステータスディンクってめっちゃ熱くない？しのくもちゃんと、もうライバルのしのくもちゃんと、嫌いなしのくもちゃんと、で、ともっち。ともっちはかつてね、教えた、人ですから。うん。アニメでもそんなシーンありましたけど。で、スキルディンクがこれね、やっぱね、あれでしたね。神宮寺さん本人の、スキルをくっつけられるというところで、UR 投手ってね、ソラちゃんとその倉敷ちゃんいますけど、ひまわりスキルってまだつけられない状態にあるんですよね、実装されてないから。なんですけどこれ神宮寺さん本人っぽいもんで、片っぽはそれだもんで、つけられると、これ初めてですよ、うん、ひまわりをつけられる UR 投手、これ初めてですね。うん、これは素晴らしい、さすが特別扱いしているだけはある。でタユタユですね、もう片っぽはタユタユは、あれですね、月属性のタユタユを、まあ、くっつけられるって感じですね。で花山ちゃんはこれね、まあ、一応投手カードがあるんですよね、これね、うん、まあ、R3 ですけど、 R3 であったり、SR3 であったり、ベント3であったりだとか、うん、こちらの花山ちゃんとか、これもそうですね、中継ぎが先発のなんか いたっけ、まあ、先発にしたところで意味ないんですけど。まあ一応中継ぎができるというようなところですね。うん、まあ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 、まあ僕がもしやってるんであれば、まあこう、まあ、ソラちゃんのね、そのだいぶスキルが育ってるので、まあね、中継ぎにするのは非常にもったいないというところで、もし僕が当てる、まあ当てに行くんですけど当てに行くんですけど、まあね、中継ぎ起用になっちゃうかもしれないですね、神宮寺さん。うん、まあね、そんな感じで、で、うん、スキル熱いと。なんか熱いよね。で、そうですね。僕ね、そのね、基本的にまとめて弾きたいんですよ、弾くときは。それだもんで、今日ね、ちょっと弾かないつもりではいたんですけど、この流れでね、これで終わっちゃうっていうのもね、なんかちょっと嫌になってきたので、30連だけ弾きます。30連だけ。まあ、肩慣らしに。まあ、最終的に天井覚悟で弾くんで、まあ、30連だけ弾こうと思います。その前に、まず、単発、の方からね、行きましょう。さあ、単発はいいでしょう、飛ばしましょうか。はい、千葉さんですね。さあ、まあ、30連だけ引くんですけど、まあ、僕のアカウントはもう100連からが、本番なので、もう100連以内は出ません。それはもう今回のガチャでもね、例外はない。はい、では行きましょう。10連。さあ10連目で、ノーエンス。ノーエンスでも逆に熱い説あるからね、アメリアちゃんはそれで当たったから、うん、まあ、全然あるよ。いや、ねえんだよ。UR ガチャはねえんだよ。ワンチャンとかねえんだよ。はい。で、葵ちゃん。
はい、で、おお、一瞬びっくりした。本庄さんね。はい、本庄さん。ちょっと今、シルエット微妙に似てたもんね。一瞬、神宮寺さん来たと思った。で、神宮寺さんはね、これね、そもそもがライバルキャラって、工場スカウトにはね、ラインナップに含まれないので、で、しかもね、UR 神宮寺さんね、今回ね、UR のみ、UR のあのシーンのカードのみとなるので、うん。まあね、シルエットが来ればもう確定で手に入るよっていうところ。はい、そんなこと言ってる間に10連目終わってしまった。じゃあ20連目、行きましょう。あ、OK 押しちゃった。さあ、まあ30連、まあね、なぎさちゃんが来ればね、まあ、いいですよ。最悪。うん。まあ、最悪もクソも来ないんですけどね。はい、夕方止まり。逆にね、期待値低い。はい。で、ヒイラギちゃんですね。うん。うおおおすり抜けじゃん。あ、違った。普通の SR だったっけ。はい。持ってるやつでしたね。あ、それもラインナップに追加されるようになったんだね。一瞬 SSR が来たと思ったんですけどね。全然違ったわ。はい。で、ヒイラギちゃんで、倉敷ちゃんで、ヒイラギちゃんがめっちゃ来る。はい。で、天草ちゃんで、ともっち。ともっちで終わりかな。はい。ともっちで終わり。はい。20連目終了。じゃあ30連目ラストですね。はい。まあ、肩慣らしなんで何も出ないでしょう。はい。というところで、30連目行きましょう。さあ、ノン演出で、夕方からの、はい、ない。ないですね。はい。ニッタちゃん、ニタッチですね。偽ニタッチの公開もありましたけど、はい。で、葵ちゃんで、岩木ちゃん。で、小麦ちゃんで、千葉さん。で、葵ちゃん。葵ちゃんがすげえ来るけど、肝心の、来ないね。はい。で、小麦ちゃんで、終わりですね。はい、終わり。まあ、30連はね、まあ、出ないでしょう。っていうか、僕のアカウントは100連からが勝負ですから。はい、まあ、出ないです。まあね、皆さんは引けましたか？もうね、だいぶ引いた人いるでしょう。まあ、このガチャ自体がそもそも回るからね、だいぶ。うん。もうだいぶ気合の入ってるね。運営さんも気合入ってるからね、これは。まあね、当てた方いたらね、全然ね、コメントしてください。はい。今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。